じで、4層目トラックと、さあ今度こそね、クリアしていきましょう。
切るでしょ、まだ。巻いてる巻いてる。6あるぞ。7あった。そうそう、8。やばいやばい、リンゴ。よし、もうブロックじゃ絶対しない。283ワンチャンある。きたー。巻いてるでしょ、まだ。全然巻いてるでしょ。めっちゃ巻いてる。やばいやばい。緊張してた。よし。リンボーでだし。大事。あー、もうしょうがない。ダンダキを避けろ。多分大丈夫。キャンセル。これもしかして、いや10分だよ、もうないかな。この踏み返しがね、成功すれば多分10分だよ。キャンセル。集中集中。
秒あるんじゃないか。緊張してきた。できれば確実に出るのかな。どうでも変わる。どうなんだろう。もしかして足んない。でも他完食ってさ、スター1のブロック抜け、やんの、いや無理でしょ。一面そもそも一面巻いてんだからでしょ、無理でしょ。いい道出したんだし、二面は、あと1カウント、まあせいぜい 1.5 カウントぐらい。二の秘密は、土管でガバッタ1カウントミスったのかな。で、甲羅は相殺せずに持っていけたんで、まあ、あとはトゥクトゥクを避けずにマントで倒して最短ルートで行けって話。それ多分2カウントでしょ。で、お化け屋敷はあれ以上短縮するのって多分もう、あれですね、ロマンダイブするしかない気がするんで、それはないものとして考えると、多分あれ最速。スター2で、まだ1カウントはいける？ 0.5 ぐらいかもしれないけど、スター3は、今回リングを出したんですね。飛びながら鍵を取る
ていうのができない限りはあれ以上の短縮はないはずなんですよね。で、スター4はマウント速度が多分51出てない、50だったのかな。で、近いのと多分遅いんで、かき集めてどうにかなるのかな。あ、でも全部かき集めれば6カウントぐらいにはなるから4秒ぐらい変わるのか。で、あとテイクオフメーターね。